はい、本日はですね、こちら源泉のマウンテンパークをね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、あれだとこれなんか前回も見たことあるなと思う方もいらっしゃるかもしれないですけども、初めて見る方もいらっしゃいますのでね、まあそこはちょっとグッとこらえていただいて、今の気分でマウンテンパーカーといえばですね、僕今30着以上あるんですけど、今の気分ではこの7着に絞らせていただきました。この7着がね、僕の中ではマウンテンパーカーといえばもうベストな布陣なんじゃないかなということで、それさせていただきましたので、本日の流れとしてはですね、とにかく1点ずつどんなシーンでいいんかとか、なんでこれがおすすめなんかっていうのはですね、僕の独断と偏見をもとにお話しさせていただこうと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではですね、まず1点目、僕がねおすすめするマウンテンパーカーというのがですね、まず1点目こちらズドン、アークテリクスのスコーミッシュフーディーになっております。まあ一回ちょっと着用してみましょうか。はい、とまあこんな感じでね、アークテリクスのスコーミッシュフーディーという結構比較的薄めのね生地を採用しているマウンテンパーカーなんですけど、まあ時期的に言うとそうですね、ゴールデンウィーク以降になってくるかなと思うんですけども、ちょっとね肌寒い時なんかはね、こういう薄手の生地のやつをパッて羽織ってあげればいいかなと思います。もう一個ね、薄手のマウンテンパーカーちょっと迷ったのが、ティラックっていうねマウンテンパーカーのやつあるんですよ。チェコ軍のやつあるんですけど、僕どっちかってそっちの方が気に入ってんねんけども、まあ一般的にはそれアークテリクスのいいかなと思ってね、これにしたんですけど、ちなみにこのレビュー動画でですね、スコーミッシュフーディーが正式名称なんですけど、ずっと僕、スコーミッションミッションって言ってるんですけども、まだその動画もね見ていただければいいかなと思いますが、全然違うアイテム名を連呼しまくってるというスコーミッションフーディー、そこをミッションフーディー言ってるんですけども、まあそんな可愛らしい僕のね映像を見てくださいということで、こちらまず1着目になってます。では2着目ね、おすすめ何かというと、こちらマーモットのコモドジャケットになります。でなんでこれがおすすめなんかというとですね、こちらのジャケット実はゴアテックス使ってるジャケットの中で僕が持ってる一番安いって言っても過言じゃないぐらい、まあ安いんですよ。まあ1万円台で購入できるっていうことで、今までは僕散々モンベルのレインダンサージャケットっていうのをね、めっちゃ安くてもう買うんやったらこれですわ言うてないけども、これがねそれなんですけどね、今回入れておりません。でなんでかっていうと、その代わりにねこっちが入ってきてるんやけども、ちょっと色はね無視してくださいね、真っ黒もあるし真っ赤もあるんやけども、ちょっとこれ派手ですけどもね、元値が確か3万円ぐらいするんやけども、セールでね購入できるということで、1万8000とか9000ぐらいでね購入できるゴアテックスのジャケットで、モンベルの方もね定価がこれる1万6000とかなんですよ。だから元値がね安いんですけども、やっぱり生地のね全然質感が違うんですよ。やっぱコモドジャケットの方がね質感がちょっと上品で、コモンベルの方がねやっぱ安いなっていう感じがね若干も出てるんですよね。だからそれやったらね、まあどうせ同じ1万円台でゴアテックス買うんやったら、ちょっとでも品質の高めな方をねいいんかなと思ったんで、今回こちらをご紹介させていただきました。コモドジャケットね、ちゃんとねゴアテックスが採用されておりまして、比較的薄めの生地やから梅雨時期もいけるし、もちろん今の春先でもいけるしということで、これはね友達とかにもね紹介したいぐらいですね。なんかおすすめのゴアテックスあるって言われて、もうブランドなんでもいいねんって言われたら、それはマーモットやろと、それはもうマーモット言っときゃ間違いないよと。今まで僕散々モンベル言ってたけど、モンベルやっぱちょっと安さは若干あるけども、それでいいんやったらモンベル言ったらいいけども、やっぱり見た目もちょっと大事じゃないですか、ちょっと質感とかね、やったらマーモットっしょっていうことでね、こちら今回マーモットをご紹介させていただきました。ただちなみにこのカラーはね女子受けしないかもしれません。僕の嫁もねあんまり反応は微妙でしたけどもね、まあできたらね単色の色がいいかなと思うんですけども、次は女子受けも良かったジャケットしますね。じゃあそれは何かというと、こちらノースフェイスのジャケットで、マウンテンレインテックスというジャケットになっておりますが、これは僕が非常に好みのねジャケットなんですよ、形がね。で色味はね女子に受けるという実証がしっかりございます。以前ねリホちゃんというモデルの子にね出てもらった時もね、このジャケットが1番か2番にかっこいいって言ってたんで、やっぱ女子受けもこれだすんねんなと。そんなところでね、マウンテンレインテックスを入れさせていただきました。結構ノースフェイスのって完売になってなかなか手に入らへんこと多いんですけど、このジャケットね結構手に入んのよと、どこでも手に入るしね、やったらセールでも手に入んのよと。だから1着あって損ないんですけどもね、これももちろんゴアテックスですよ、ちゃんと防水とか雨とかでも対応できるので、これからの時期やったらカッパでね梅雨時期も使えたりするし、今やったら春先のジャケットとしてねこんな感じでパッて羽織って、まあ大体壁に背中持たれてねちょっと横向いてたらそれっぽくなるでしょ。でそんな感じでねデート行ってもいいかななんて思うんですけど、女子的にもねこの色味はいいみたいで、全く同じ色味っていうのはもうないんですよ。これ2020年かなんかのモデルやからもうないんですけど、まあ大体似たようなモデルってね毎年こういうグリーン系とか茶色系が出てますので、もしあったらね下説明欄載せておきますけども、このジャケットは僕お気に入りのジャケットになってます。というのもなんでかっていうとね、やっぱりフードが後ろないじゃないですか、これ収納されてるんですけどもね、こうなった場合って例えばインナーとかでこういうパーカー着ることもできるんですよね。パーカー着た上にこれパッて羽織ってみたりとかもできるから、意外と着る汎用性高いんですよ。でこうやってロンティーでももちろんいけるんですけども、もともとなフーディーがあるタイプの例えばこういうやつとかって、中にこうパーカー着るとこの首元がモコモコしてなんかファッショナブルではないじゃないですか。だからこれはね結構重ね着とかもしやすいからねいいんじゃないかなと思います。ちなみにフードは僕一回も出したことございません。フード出してきたくはないからね、個人的にはこれ気に入ってるんですけども、今日ねそんな話してる今日まさにこ
ここ来るまでに僕チャリンコ乗ってたんですけど、僕下町なんですよね。だから結構ザ大阪っていう感じだね。歯のないおじいさんとか、あと男か女かわからんおじいさんとかおばあさんいっぱいいててチャリンコ乗ってはるんですけども、そのおじいさんがね、このマウンテンレインテックス、ボロボロになったマウンテンレインテックス着てたんで、あ、おじいさんにもやっぱり人気あんねんなっていうことでね、やっぱりこれは入れとこうということで入れさせていただいたんですけども、こちらが3つ目になってます。では次いきます。では次はお待たせしました、こちらということで、続いてノースフェイスです。でノースフェイスのね、結構薄手のジャケットって今まで僕今回入れてないんですけども、こちらのねクライムライトジャケットいいですよって言ってね、いつもねおすすめというかいいと思えばこれを出してたんですけども、ちょっとね残念ながらもうこのモデルが変わっちゃって、ちょっと新モデルの方がね個人的にあんま気に入ってないっていうことで今回外しました。だからねそれの代替えとしてはもうこのクラウドジャケットってやつでいいんちゃいますかと。今まで紹介してたんがまあ大体3万5千円ぐらいねんけども、こっちの方はねセールとかで大体2万円ぐらいで購入できるので、1万5千円ぐらい安く購入できて、ほぼほぼスペック変わらへんので、まあおすすめするんやこれかなと。薄手のノースフェイス言うたらこれかな思ったんでね、紹介をさせていただきます。一回着用してみるとですね、まあこんな感じですね。さっきのこの派手な女子受けせえへんジャケットと同じような感じかな。結構生地は薄めになってて、でゴアテックスもちゃんと使ってあるし、パッて羽織ったりもできるし、まあ黒はほんま無難ですよね。こうやって着たらね全然私服でもいけるし、まあ作業着とかでもいけるし、スポーツでもいけるし、まあ何でもいけると思うんですけど、比較的このクラウドはもうセールになりやすい、セールの狙い目っていうことでね、今回おすすめの方に入れさせていただきました。まあ僕自身もねあんまりこれ着てないんですけども、今まではそのクライムっていう方を着てたんでね、まあクライムクライム言ってたんやけども、クライムあんま微妙になったからね、そう次クラウドクラウドを言うかもしれないんですけども、これが入ってました。で次がねちょっと厚手のマウンテンパーカーにします。でこれに関してはね、ちょっと厚手になることで何がいいかって言ったらね、ダブルジップになってるんですよ。でダブルジップ何がいいんかちょっと見てくださいね。こうやって着るじゃないですか。でまあ普通のシングルジップやったらこれ上上げてしまったらもう終わりやねんけども、ダブルジップってこれ下もねこうやって開けたりできるから、上はがっつりこうやって閉めちゃって、今ちょっとねマイクつけてるから閉められるけど、がっつり閉めちゃって、例えばチャリンコ乗る時とかやったらここ閉めとったらね、窮屈っていう時はパッてこう開けてあげればチャリンコとかも漕ぎやすいし動きやすかったりするんですよ。でもその代わりね、生地ちょっと分厚めやから、まあ春先とか、まあ秋口とか、まあ冬場とか、まあそういう時に使うようなやつなんですけどもね、まあ、僕はこれを常々もう数年間言い続けてるんですけども、ノースフェイスでいうとこの一番のド定番、そして最強のジャケットっていうことで、北斗の拳から例えさせていただきまして、こちらラオジャケットと命名させていただいております。でこの言い回しっていうのはですね、非常に女子受けが悪い、女子からしたらわけのわからん話をずっと延々としてるので、まあ、男子受けはめちゃくちゃいいんですよ。僕のペルソナっていうのは38歳の男性に向けて喋っておりますので、30代40代50代の方に北斗の拳の話をすると喜んでいただけるんですけども、10代20代の男子もしくは、女性全般ですね、受けが非常に悪いお話になってるんですけども、まあ、そういったこのラオジャケットが良かったり、まあ、マウンテンライトジャケットが良かったりするんで、まあ、この辺はもう喋り続けてるのでね、もう特にこれ割愛しますけども、まあ、これが6点ということで、最後ラスト1点は何が入ってるかっていろいろ迷ったんですけども、やっぱりアークテリクスのマウンテンパーカーは入れたいということでね、アークテリクスのマウンテンパーカーを入れさせていただくんですけども、じゃあ何を入れたのと。僕もマウンテンパーカー、アークテリクス実は何個か持っててですね、まあその中でね、今回これをちょっとチョイスさせていただきました。ではこちらなんですけどもね、なんやろうなと、タクゾーは何を選んだんかなと思われるかもしれないんですけども、まあ一度着用していきましょう。はい。とまあこんな感じでね、アークテリクスのジャケットを着用してます。こちらのジャケットも、ゴアテックスを採用してまして、アークテリクスはね、ここにか、あるんですよ。こんな感じで、ゴアテックスって入ってるんですけども、ゴアテックスを採用しておりまして、選んだジャケットっていうのが、ベータジャケットっていうジャケットを選びました。で、これはですね、いろいろアークテリクスってあと何個かあるんですよ。似たようなベータ LT とかっていうのがあったり、まあちょっともう一個前とゼータ SL とかあったりするんやけども、なんで今回これを選んだかっていうと、一応価格帯的には中価格帯でね、考えてたんですよ。で中価格帯、だから高価格帯でめっちゃ高いとかめっちゃ安いとかじゃなくて、まあ中価格帯で考えた時に、唯一これだけがね、毎回使うところが良かったんですよ。毎回使うところって何っていうと、このメインジップね。メインジップが、この最新のね、ジップを採用されてるんですね。止水ジップの中でも一番最新の止水ジップやから、こう開け閉めしやすいんですよね。で、もう一個ハイエンドモデルで5000円出したら、ベータ LT っていうのもあるんですけど、まあ、これがね、次ベンチレーションで、この脇の方にジップがついてくるんやけども、これって毎回使うわけじゃないから、毎回使うのどこかなって考えた時に、やっぱこのメインジップって絶対毎回使うから、まあ、ここにストレスがあるかないかって結構違いかなと思ったんで、あえて5000円安い方のベータジャケットをね、選ばせていただきました。とは
言いながらもね、はっきり言ってもうその辺になったらもうほぼ違いないんですよ。でももっと上になったらね、アルファ SV っていうのを10万ぐらいする11万ぐらいのジャケットもあるんでね、それも出そうかなと思ったけども、まあちょっとおすすめとしてはね、まあ中価格帯ぐらいの方がいいかなということでね、今回こちらの方いろいろ選ばせていただきました。まあサイズの方から言うとね、値段はこれがまずスコーミッションじゃないです、サコーミッシュがね2万円ぐらいということで、コモドジャケットこれも2万円ぐらいですね、セールで。でマウンテンレインテックスもこれもセールで2万円ぐらいですね。でクラウドジャケットもね、これもセールで2万円ぐらいですね。そしてマウンテンジャケットはね、これ毎年秋冬に出るんで、ちょっと今も在庫ないかもしれないんですけども、このラオね、ラオジャケット、そして次マウンテンライトジャケット、これは毎年春と秋両方出ますんで、今でも在庫多分あると思うんですけど、まあ、最近は、ね、定価より安くなってまして、4万円ぐらいが定価やねんけど、まあ、3万5000ぐらい多分安く出てると思うんでね、それもまた下張ってるんですけども、まあ、そんな感じで、で次がね、こちらのベータジャケットということで、まあ、いろいろ持ってるからこそ分かる、あこれってセールかかりやすいよなとか、あこれってセールにあんまかからんよなとかっていうのをね、こういろいろ買ってみたらね、気づくことってあったんですよ。でその中でね、まあ友達とかにもしおすすめするんやったらね、まあこの辺なんかなっていうことでね、今回は動画を撮らせていただきました。これからマウンテンパーカーちょっとね買ってみたいというかっていう方はね、まあこんなところから始めると、まあ、そんな大きな間違いはないんかなというところなんでね、まあ今回は厳選のマウンテンパーカーをご紹介させていただいたという動画になっております。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。